ちらが俺の勘もこの先だって言ってるぜ。待ってろ、アカネ。アカネちゃん、待ってたよ。ここであなたたちを成敗する。そしてお母さんを殺した奴を裁くんだ。聞け、アカネ。俺はもう逃げねえ。お前の母親を殺した悪党は俺が捕まえる。葵の名にかけて誓う。そんな言葉、今さら信じられるわけない。大人はみんな嘘ばっかり。悪い奴がいたって見て見ぬふり。でも怪盗団は違った。そんな嘘を全部壊してくれた。なのに、アカネちゃん聞いて。あなただって気づいていたでしょ。お母さんのことで善吉さんも苦しんでいたこと。どうしようもない中で善吉さんも耐えていたことを。だけど受け入れられなかった。お母さんを失った痛みに耐えられなくて。違う、私は。でも違うのよ、アカネちゃん。悪いのはあなたのお父さんじゃない。お母さんを死に追いやった犯人よ。あなたの悲しみと苦しみは計り知れない。だけどお父さんのことを受け止めてあげて。何よ。いなくなってしまったらもう二度と伝えられないの。あの時言っておけばよかったって後悔しないように。逃げずに向き合うことが大切なの。黙れ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 。怪盗団はそんなこと言わない。本当の怪盗団は私を苦しめない。本当の怪盗団は私の身勝手。みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー。どうなってるの。お願い、偽物を改心させて。私の怪盗団。なんだこいつら。私たちとそっくりだ。これは茜の認知が生み出した我が輩たち怪盗団。認知だと。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ねえ。なるほどな。よく聞け。オッケー、頑張って。私の怪盗団ジョーカー、負けるな。本物の力見せてやる。攻撃チャンス、今だ。ぶっ飛ばして。私の怪盗なんだ。やめてよ。私の怪盗なんだ。何すんの。聞いてるみたいだぞ。そのまま攻めろジョーカー。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。うまいぞジョーカー。俺も見習おうとしよう。ふん、さあこいつら、俺らの真似ばっかしやがった。ふん、見た目だけは一丁前だが我が輩には遠く及ばないぜ。終わった。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。カルゲ、俺の動きについてくるか。自分と同じ攻撃してくるってめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。今までで一番手強い相手かも。みんな気をつけて。カルゲ、スマッシュ。ジョーカーかっこいい。さすがはリーダーだ。さすがジョーカー、神一人だ。強敵だな。気合い入れていけ。
しい。偽物なんかに負けるかよ。姿形は似ていても中身はまがいもの。本物の怪盗団にはな。嘘、そんなはずない。私の怪盗団が負けるなんて。あなたたちは本物の。そうだぞ、私たちが怪盗団だ。私たちを信じて、アカネちゃん。悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ、私たちの道を。みんな聞いてくれ、アカネ。お前の言う通り、俺は最低のクソ親父だ。葵の仇を取ること、警察としての務めも果たさず、お前と向き合うこともしなかった。俺は怖かった、お前まで失うのが。だから正義を捨てた。葵の仇を取るのを諦めて、いつか時が来る。そんな言葉で自分をごまかして。間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ、アカネ。本当に、本当に悪い奴を捕まえてくれる？あ、約束だよ。大丈夫だ、俺を信じろ、アカネ。信じる、信じるよ。うん、ずっと信じてた。お父さん。アカネ、しっかりしろ、アカネ。私ね、ずっと怖かったんだ。大切なものがなくなるのが。お母さんが死んで、お父さんまで変わっちゃって。あんなにかっこよかったのに、私から逃げるみたいに家にもいなくなって。私はそれが嫌だった。アカネ。でももう大丈夫。昔のお父さんが戻ってきてくれたから。なんだこりゃ、どうなってやがる。お父さん、ごめんね。ありがとう。
おい、冗談はやめろよ。まさか、そんな…アカネ！落ち着け、ウルフ。これでいいんだ。アカネちゃん、アカネちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。アカネちゃんが元に戻ってくれた証。よかったね、ウルフ。お前ら、それを早く。魂の絶叫だったな。俺の心も震えたぞ。私もちょっと泣いちゃった。おお、いい親父してたぜ、おっさん。ウルフ、かっこいいぞ。それだけじゃない。アカネちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ、俺はそんな立派な人間じゃねえ。照れてんのか。だが悪党ども相手に一暴れしてやれ。我が、まさか怪盗に諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。アカネに約束したからな。この江戸大和田、やつらを逮捕して事件を終わらせる。おや！で、その前にアカネは現実じゃどうなってんだ。私たちはアカネちゃんが誘拐されたって聞いてここに来たから。本当は誘拐されてないのかもしれない。一度自宅を確認してみた方がいいわ。ああ、ひとまずここから脱出しよう。